こんにちは、しゅんじです。今日はシュライヒワイルドライフ42507ジャングルベースキャンプ、こちらの方を見ていきたいと思います。このセット、いろんな種類の動物フィギュアが入ってて、でかっこいい形の基地に、あと吊り橋もあって、ここをね渡らせて遊んだりすることもできるようになっているようですね。楽しそうで、くるっと回して、後ろにはねセット内容が書いてて、いろんな動物のフィギュアも入ってるんですけど、それ以外にもなんかクレーンがあったり、なんかね細かいパーツ類なんかもねいっぱいあるようですね。ではね箱から取り出します。箱から取り出せました。大きなパーツから小さいパーツもね結構数あるんで、組み立てが楽しそう。こちらラベルシートが1枚に、組み立て説明書ですね。ペラーとめくると、はい、こんな感じでイラストが書いてるんですけどね、大きなイラストになっててすごいわかりやすい。これそれではね早速組み立てていきます。組み立てれました。サイズが大きくてすごい迫力ありますね。細かいパーツねチェックしながら、セットしていきます。まずこちら椅子、おしゃれな椅子ですね。なんと畳める。面白い。畳んでこうやって立てかけたりできそうですよね。アドベンチャーステーションの中にねセットしますね。これ中広いですからね。こちらがね輸送用ボックスで、パカッとね、開いて、中にねなんか小さいものとかまだご紹介してないですけど、こちらの双眼鏡とかもね入れれます。すごい。なんか便利品ですね、これね。こちらもまだご紹介してないんですけど、レンジャーのスティーブの手に持たせることも、あ、できる。持たせれるけど、なんか大きいね、これ。だいぶ大きなボックスになってます。で、さっき見ましたこちら双眼鏡、スティーブのね首にかけることもねこんな感じでできるようになってますね。もう下にね置いちゃいます。こちら衛星電話、衛星電話もねスティーブの手にね持たせれると思います。あ、バチッとはまりますね。椅子の上に置いときます。で、こちらライト、前の部分がクリアパーツになっててすごい綺麗ですね。で、これもライトもねスティーブの手に持たせることができそうですね。ライトもね下に置いておきます。あ、めっちゃ可愛い形のね葉っぱ、そう、木の滑り台がねここにあるんで、ここにちょっと置いておきますね。入るかな。ちょっとねくねくねっとして、ここにね、はい、こんな感じでちょっと置いておきます。次はね生き物のフィギュア見ていきます。まずはさっきも登場しましたスティーブ。そう、ズボンに服、シワがあってねすごいリアルな作りになってますね。で、稼働するところはこれ足がね稼働して、あと腕が動かせるようになってて、スティーブの手にねこういろんなライトとか、あと衛星電話なんかをセット、持たせてセットすることができるようになってますね。で、顔はこちら。ね、クリクリの目が可愛い。で、髪型はちょっとこう、パーマが当たったような、クルンとしたね、髪型になってますね。はい。で、後ろから見るとこんな感じです。次はね、亀の赤ちゃん2個入ってたんですけど、めっちゃちっちゃい。ちっちゃいけど、めちゃくちゃ作りいいね。
この頭、目のところなんかもね、綺麗に塗装されてます。で、こちらね、面白いポーズ撮ってくれてるのはですね、ゴリラの赤ちゃんですね。目がね、なんかうるうるしてるように見えて、すごい可愛い。ポーズも可愛いけど。次はね、こちら、迫力あるな。ちょっとのそっとこう歩いてそうな、ポーズになってる、ブラックパンサーです。体はね、黒色なんですけど、うっすらと見えるこのヒョウ柄がすごい素敵ですね。で、頭はこちら。ね、キリッとしたいい表情してる。で、最後ね、セットで一番大きなフィギュア、クロコダイルですね。そう、ザラついたね、この鱗状の皮膚がね、すっごいかっこよくて。で、またお腹あたりがちょっとふっくらしてるんですよね。この辺なんかちょっと可愛らしさもあっていいですよね。で、足が短くて、で、尻尾はね、くねっとこうね、曲がった形になってて、また柄もね、入ってるようで、すっごい塗装に造形、いいですね。で、頭、口が開閉するようになってる。このスキッパな感じなんかもね、めっちゃかっこいい。ではね、フィギュアをセットしながらね、建物の方も見ていきます。今2階建てになってるんですけど、こちらのアドベンチャーステーション、このね、壁をこう取っちゃって、こう下にして、ね、いろんなね、形に、組み替えることができるようになってて、で、まずね、下のところ、ここにはね、はしごがあって、主役のスティーブね、ここから、登りまして、2階の方に行って、この部屋広くてね、おしゃれなんですよね。大きなバッグに、あと、窓はですね、2箇所ありますね。ここと、あと、もう1箇所あります。で、この真ん中、これね、床が、これね、パカッと開くようになってて、ここから、そう、横にあるクレーンを使って、先端にはフックがあるんで、ここにか、ボックスなんかをこうやって引っ掛けて、下に下ろして遊んだりすることもできるようになってます。今お肉ないんですけど、そう、上からね、餌やりとかしてね、遊んだりすることもできますよね。落とし穴みたいな、このね、可動式の床が面白いですね。で、2箇所あるね、窓はね、開閉するようになってて、クレーンちょっと邪魔なんでね、動かしますね。これ便利ですよね。なんか恐竜とかの餌やりとかにも使えそう。で、僕が一番気に入ってるのが、ここの吊り橋。めっちゃかっこいい。はい、吊り橋をね、こんな感じでこう渡ってね、遊ぶこともできるようになってて、吊り橋を渡る時のこのちょっと揺れる感じがね、すごいよくできてて、で、2箇所、あ、そう、床が落ちるようになってます。で、あともう1箇所、ここです。2箇所床が落ちるようになってます。吊り橋だけでも十分楽しめるのに、このね、床が落ちる仕掛けがあるのが面白いですよね。吊り橋を渡ると大きな木の上に、到着します。で、この木にはですね、なんと滑り台があるんですよ。滑り台に葉っぱ置いてるんですけど、ここにね、ゴリラの赤ちゃんを置いてね、こう寝床にして、遊んだりすることもできるし、あとはこの葉っぱをどけて、これ滑り台なんで、こう滑らせて遊ぶこともできるようになってますね。そう、今回のセットではないけど、こちら、シュライヒのスローロリス、目がクリクリで可愛い。これをね、滑らせることできるかな。滑る。少しだけなんですけど、こう滑らせて遊ぶことができますね。そう、ぴょんと出てる枝に、小猿をセットして、こうやって、ね、ぶら下げて飾ったりもできますね。で、木の下にはですね、隠れ家があって、そう、高さそんなにないんで、ちょっと大きめのフィギュアとかは入らないんで、小さい動物のフィギュアなんかでしたら、入ります。吊り橋の下、ここが面白くて、ここにもね、滑り台らしきものがあるんで、動物フィギュアを滑らせると、いけるかな。おお、すごい。で、この草の横に巣穴があって、そう、ここに動物のフィギュアを、はい、セットすることができるようになってて、あ、ブラックパンサーね、サイズ大きいんですけど、余裕で入りましたね。可愛らしい動物フィギュアなんかをこうやってセットしてもいいですよね。この巣穴の反対側にもかなり大きめの入り口の隠れ家があります。大きなクロコダイルのフィギュアもここには余裕で入りますね。ちょっと高さのある、動物フィギュアに、そう、暗いところがなんかちょっとよく似合うダイオウサソリなんかをこの中にね、こうやってセットしてもいいですね。で、さっきも言ったんですけど、こちらの建物、壁を取っちゃって、これ下に置いてね、自分の好きな形にこうね、建物を組み替えて遊べるっていうのがね、すごい楽しいですね。
こちらシュライヒワイルドライフ42507ジャングルベースキャンプを組み立てご紹介したんですけど、いろんなね種類の動物がセットで入ってて、また組み替え自由な建物にはですね仕掛けも盛りだくさんで、もうめっちゃ楽しめるようになってました。で、建物のサイズが大きいんで、本当このセットで入ってた動物以外にも、単体のねシュライヒの動物フィギュアとか、一緒にセットして遊んだり、あと僕の大好きな恐竜フィギュアとかもね、うん、なんか一緒に遊べそうですよね。この高さとかもあるから、うん、一緒にこうセットをしてね、遊んだらめっちゃ楽しく遊べそうです。そう、よかったらぜひね、チェックしてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃ、またね、バイバーイ。